はい、さて本日はですね、こちらの、周水マスのところにこう水が来てるんですが、これがですね、ここに水が来て、あっち側にこう水が流れていくのをこっち側に、流れるようにしたいと思います。これがですね、まあ、このようにこう水がこう集まってきてるんですね。こっちから来る水とこの下にですね、こう流れ込んできてる水があって、これが向こうの田んぼに行くようになってるんですけど、冬の間はですね、うちの家の前に水を出せるようにするために、こっち側のですね、側溝に行くようにちょっと調節したいと思います。はい、じゃあまず最初はですね、これをですね上げます。よっこいしょ。ちょっと危ないんでこっちに倒しましょう。もうね、雪も積もってきてるんで早くしないと危ないですね。でこの板をここに入れます。これちょっと見えるかわかんないんですけど、こっち側に穴が開いてますんで、ここを流れていく、ここを塞いで、こっちの穴から向こうに行くように、水を向こうに行くようにします。これでだんだん溜まってくると思います。ちょっとした隙間はね、あって逃げるんですけど、だんだんこう木は膨張したり、こうゴミがこう間に挟まるのか、しっかり溜まって、しばらく時間を置くと向こうに流れるようになります。なのでちょっとこれ後でまた様子を見に行きたいと思います。でこっちに水が溜まるのを待ってる間に、ホースをですね、ちょっと家の前まで設置したと思います。
はい、こちらはですね、ここの、この穴のところからですね、水がもう向こうに行くようになりました。はい、ここ水ね、流れてきてますね。これでですね、しっかりこの水をホースが吸っておりますね。こっちには水がもう漏れてません。このホースのね、隙間が空いてるんで、この泥を詰め込むことで、泥をその隙間に詰め込むことで、泥というか土をですね、隙間に詰め込むことで、隙間が塞がれますね。そうすると、はい、こっち側から水が勢いよく出てますね。はい、こんな感じで水が出ました。はい、これでね、一応水が出るようになりました。この後は、青いホースを取り付けますが、ちょっとやってみましょうか。最後はこれをね、パターンと直し、はめて終わります。はい、ということで、まあ、家の前に、冬のですね、雪が降ったのを溶かす水をですね、流すための準備、終わりました。はい、今日はですね、12月18日なんですけれども、昨日の晩から雪が降ってきまして、
昨日のね昼まではもう全く雪がなかったんですけれども、一晩でまあこんだけ降りましたが、水を流していると部分的にね消えてますね。ちょっとこの真ん中ら辺はねちょっと高くなってるんで水がね弱くて消えてませんが、後ろの方とかね水がしっかり出てるところは、水は消えてます。はい、流れてますね水がね。はい、まあこういう感じでですね、水を流した効果っていうのは結構あります。はい、ということで今回の動画は以上でございます。どうもありがとうございました。